サイバルチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今日はこちらのプラコプターを作りたいと思います。材料はこの3つです。ストロー、PP バンド、段ボールを留めるものですね。で、ビニールテープです。道具としてホッチキスとハサミを使います。では作っていきます。まずはこのストローの蛇腹の反対側の先1センチぐらいをハサミでちょんと切ります。切れました。次にこの PP バンド、よく見てください。ぐるっと回ってます。回ってる方向と反対側に折ります。そうするとこういうふうに羽のようになります。で、この根元部分を先ほど切ったストローの割れ目のところに差し込みます。で、外れないようにホッチキスで留めます。次はですね、ちょっとストロー長いのでこの蛇腹あたりで切ってください。切ります。で、これでは重さがちょっと足りないのでビニールテープを使います。ビニールテープをだいたい7センチぐらいですかね、切ってこの羽の外側に巻きつけます。もう片方もやります。できましたと思ったあなた、もうちょっと待ってください。これじゃあですね、まだ角度がついてないので羽に角度をつけます。ポイントはですね、この根元を持ちながらギュッと向こう側に折る。反対側も同じ方向にギュッと向こう側に折る。これでですね、角度をついた形になります。これで、空気を捉えて外に上がりますし、反対側に回すと実は下に降りるという構造になります。それでは実際に飛ばしてみましょう。それでは飛ばします。あたたたたた、違う、間違えました。これね、回す方向が反対でした。さっきとは違う方向でもう一度回してみます。はい、行きます。いかがですか？手軽なプラコプター、ぜひご家庭で作って遊んでください。ありがとうございました。